本番いきまーす。よー、カメラ OK、 音声 OK、 役所 OK、 用意スタート。家に体重計がない生活7年間を過ごしてきました監督です。実家に行けば測れるし、温泉行った時に測れるし、健康診断でも測れます。はい、という理由からです、ね、体重計を持ってきませんでした。ですが、というわけでですね、普段編集をかなりの時間やることが多いんですけども、たまに鏡を見て、あれ痩せたみたいなあるんですよね。実際に体重計がないと、今どれくらいの重さがあるのか、やっぱ自宅にあってもいいかなって思うんですよね。今回体重計というものを買ってみました。やっぱ買うからにはですね、コスパがいい、やっぱそこなんですよね。はい、というわけでですね、 Amazon から商品が到着しました。こちら、レンホーと言います。デジタルスマートスケール、はい、商品名なんですけども、レンホー体重体組計長いよ。まあいいでしょう、コスパが良ければ全てよし。はい、でざっくり説明しますと、体脂肪率、皮下脂肪、内臓脂肪、推定骨量、骨格筋、身体年齢、他全13項目、こちらの上に乗るだけで全てが分かるそうです。さらにですね、こちらのすごいところなんですけども、こちらスマホで情報を管理できます。さらにすごいのが Bluetooth、 データの管理ができる、まあ、ノートとかに書くっていうのをもう全部このスマホ1台でも管理できちゃうというですね。さらにです、登録人数が無制限、要するにこれを1個買えば家庭でもう全部データ管理ができるという、ここまで聞くとまあお高いんでしょというですね、なんむちゃくちゃ安いです。聞いて驚きのやっ体重計以外にもその他のいろんな機能もたくさんついて、こんな機能ついたら普通満単位でいくと思いきや、今後はですね、スマートフォンで体重管理ができるということになるんですよ。いやいやいや、未来すぎる。めっちゃ薄いですよね。あ、型番書いてみます。デジタルスマートスケール ES26P1-P2 お披露目です。段ボールに梱包されています。こちらですね、はい、おしゃれおしゃれ。というわけで、こちらが本体ですね。結構持ってる方はいるかと思いますね。はい、で取扱説明書、細かく絵も書かれてて分かりやすいですね。はい、でこちらが保証書、結構立派、保証状でした。レビュー記入で保証の期間が延長されます。書こうかな。6ヶ月延長されるそうです。こちらを置きます。これだけ見たら体重計とは思いませんよね。なんか超未来家電みたいな。で、重さとしてはですね、こういう昔の体重計ってめっちゃ重いと思うんですよ。でもこれってほんと片手で、下手すりゃもう3本指で、いや下手しなくてもいいや。で、こちらなんですけども、さっきのですね、USB のケーブルですね。細長い方を、この先端ですね。はい、つきました。で、こちらですね、よくある、差し込んで、充電するというわけです。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。ではですね、アプリの操作方法を見ていきたいと思います。はい、で、こちらがですね、監督のプロフィール画面となります。で、ここでですね、日にちごとの体重を見ることができます。すごい便利だと思いませんか？はい、で、こちら月です。はい、で、なんかちょっとグラフがおかしいことになってるんですけども、多分こちら測定ミスですね。はい、で、あと年単位もできます。はい、で、続いて下なんですけども、BMI ですとか、体脂肪率。はい、で、一つ飛んで、皮下脂肪ですね。はい、で、こちら体内年齢です。通常よりもですね、私監督なんですが、4歳若い体内です。はい、でここでですね、自分の目標体重と体脂肪率を設定することができます。はい、で私監督は60キロを目安としております。はい、でこちらアカウントを作る際にですね、年齢と身長をですね入れる場所がありまして、そこに登録したものをですね、平均的なものと比べて、自分がですねその容量が多いのか少ないのかということを見ることができます。はい、で例えばですね、皮下脂肪はちょっと多めですね。はい、内臓脂肪は少ないですね。はい、あ、ここです、ここです。ここで、追加したい人の、生年月日でですね、年齢と、あとその下の身長ですね。はい、で、このアスリートモードなんですけども、こちらはスポーツをする方はアスリートモード、特にあまりしない人はアスリートモードなしでお願いします。
してください。で、ここカラーなんですね。カラー自分で決めることができまして、じゃあ自分はオレンジカラーにしようということで、オレンジにするとこういったカラーバリエーションも変えることができますので、差別化もできます。はい。で、あと体重の増加と減少ですねによって音楽をですね、その体組計から出すことができます。で、ぜひここはですね、実際の体組計を買ってみてどういった音楽が使えるのかというところをぜひ聞いてほしいです。はい、面白いですよこれ。はい。で、あとですね、体重計乗るの忘れちゃうっていう方はですね、こういったこの計測のアラームというものがありますので、ここで登録してですね、毎日忘れないように測ることができます。はい、という内容です。はい、というわけでですね、今回は、未来家電の体重計を購入してみました。いい商品はやっぱりこうやって動画を通して皆さんに伝えたいと思いますので、ぜひどうも今後もよろしくお願いします。はい、チャンネル登録もしてください。励みになります。ではまた今度、ありがとうございました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。他にもこういった動画を出しております。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。カズコでした。